濡れないっていうことを大事にするよりはやっぱ体が早く楽に体に負担がかかんないようにここにあれなんだ固定したんだね。そうなんです。今日はなんと私岡山県まで来てます。ウォッシュマンっていうウォッシュマンシリーズ、はい、シリーズです、うん、もうできてる気がする。できてますね。メカドル全然。いや本当これが欲しい。投げるその汚いやつ。じゃあちょっと横のドアの部分なんかも触ってもらいますか。あ、ドアね。ドアがね意外と疲れるんだよ。池さんちょっと、はい、先に池さんのプレイを。あるのなんかイメトレしてたもんね。なぜ俺がエアを教えてた。イメトレしてたもんね。これだったらさ薄いからさこの中も入るんだ。バイザーの内側もまあ後でね手で綺麗にやった方がいいんだけど、スポンジだとねなかなかここね入らないけど、ね、これ言われてみれば薄いから。こんなとこ絶対スポンジ洗えないよ。大事なのはね、僕たちみたいなちょっとお年を召したやつだって腰腰痛持ちなのよ。だから実は低いところを洗うのって結構負担がかかったんだけど、まあこの手があるとねそんなに腰をかがめなくても手と足腰のストロークだけで、そうだね、こういうふうに1回のストロークでこれだけ広範囲に洗える。だってスポンジでやるってなったらもっとこういうスタイルだった。そうそうそう、なんならしゃがまなきゃでしょ。そうで、そうすると一生ってやらなきゃいけないんだけど、そう腰痛にも優しいし、優しいです。あとなんかね整備士はね立ったりしゃがんだりするから地になる人が多いんですよ。わかりますね。なんか立ったりしゃがんだりすると地に点々と書いて地になりやすいんだ。私はまだやったことないですけど、だからそこにも優しいです。そういうことです。とりあえずね、あの体の負担がすごく少なく洗えるっていうのがこのワッシュマン、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 ワッシュマンの特徴です。で、まあもちろんさっきねレクチャー受けた通りラウンドしてるところとかも、まあ、十分ですよね。ベッドの角度が割と固定されてるんです。角度がつきすぎちゃうと車から離れちゃうんです。濡れないように。あ、ここに角度がつくとこういう風なフォームになっちゃうってことね。それをもっと近づいて洗えるっていうのが。あえて？あえてです。そうすることで軽くなるし体を使って洗えるので、ここ、ね、最終的にはこのモップを持って洗ってると正しい疲れない体の動かし方を身につけれます。やばい才能ありありですね。なかなか飲み込みが早い。ある、うん、バッチリ。これねここ入るのいいね。いいでしょ。これが正しい距離ですね。離れてなくて軽々とできる距離。濡れないっていうことを大事にするよりはやっぱ体が早く楽に体に負担がかかんないようにここにあれなんだ固定したんだね。そうなんです。言われてみて納得。これをスポンジでやってたらもうちょいはぁはぁ言ってる気がする。そしてもしスポンジだったら僕はやらない。やらない。そもそもあ、って進めていいですか。感想言っていいですか。これさ、さっきさ台やったけど台なくてもそうそうそう、ほら見て、ちゃう目線は見えてないんだよ、うんうん、見えてないんですけどなんかちょっとこうなってもさすが目の付け所が違いますね。最高じゃないですか。まあ、洗車が好きってことは車の全てをこう綺麗にしたい人たちなんだから、もうそういう人たちのことは全て。だいたいこのシャンプーでモップ使ってる時間って多くて3分ぐらいです。僕ら慣れてくる、慣れてくればもう2分とかそんな感じ。最高じゃんこれ。いい、さすがね、手つきも。どんどん下がりながらあのもうフォームも出来上がってて、この上もできるしこっちもできるからね。ほらで、ここをあえてこう細々なったところはグローブでいいやと思いながらどんどん進んでいくみたいな。さっきのね現場ではそういうやり方が多いです。こっち側やんなくていいんだもん。そうそう、実は、うん、この縁だけで。じゃあ上田さんちょっと泡を流してこうぐるーっと。だってまだ全然泡切れないよ、はい、まだ全然空気入れてないけど。あれ行こう、このまんまぐーっと下がりながらやる。下がりながら、あ、こうね。そうそうそう、こういう向きになるんだ。これが一番無駄がない方で、あ、疲れないな、本当に楽ですね。これがまあモップですね。あのブラシの羊毛のところを見てもたっぷり泡がまだね、まだ全然ある、残ってるんですね。ほら、ちなみにここにフロントに戻っていただいて、例えばこれがでかい車だったらってなった時に、うん、シャンプーは加えなくても、あ、さっきの量でいいの？そう、水だけを
加えてポンピングしてもらったらもう1回ぐらいは全然泡立てます。これ今もう水だけ。これで吸盤の容量で、あ、もう全然泡、こんな感じです。さっきのリアフェンダー洗ってる時よりもうちょいいい泡立ちます。こんな感じ。今水足しただけだよ。でグリルはこういうのじゃちょっと、あ、ね、ドアノブとかミラーとかはこれじゃ確かにできないけど、だその分2周回るかもしんないけど、それを合わせても普通のスポンジより絶対に楽ね。え、ほんと、うん、素晴らしい。この短時間 でこれさ、だってこのままこうやって置いてもいいの？そうですね、もう終わったらバケツにジャブーンとつけといていただいて、1日これでもいいの？最後帰る時にだけ、帰る時だけ水を切れば、水切れば、はい、バッチリ最高じゃないですか。次の人だってこれもしかしたらシャンプー足さなくてもちっちゃい車とかだったらこのままいけんじゃない？ね、いけるかもしれないですね。ね、全然そんな感じでラフに使っていただければいいかな。モップ、ウォッシュマンザモップの使い方、うん、十分。私これ使ってみたいですよね、うん、ずっとお待ちかねですよ。これ使いたい。これも使ったことあります？あ、これもう持ってるし、持ってる、これ三つ指ですから気がするよ。こういうの使います、うん、これ別に何ここの泡でもいい。シャンプーを直で濡れた状態のグローブにシュッとこうやって揉んでいきます。ほう、揉んで、このじゃあこのグリル周り、グリル周りがね意外とやっぱ ね、はい、ね、まずすごい汚れてるし、車って絶対ここ虫だらけで一番汚れるとこだからさ、うん、この後は大胆、あ、もう絶対綺麗。突っ込んでも怪我しないです。だここをさ、よく洗いやすいがためにこのスポンジに切れ目があったやつとかが販売されてたりとかするんだけど、それより全然自由自在ですよね。こんな感じでやってみます。やりたい。あ、もうこれがねいいムートンなのが分かるよ。あのスポンジで泡立てるより泡自体がいい泡が立つ。いい泡がありますよね、うん、これで掴んだり突っ込んだりして大胆に洗っても手を怪我することがないですし早いです。あ、手怪我しない、ね、確かにスポンジだと手あらわになってるから意外と引っ掛けてちょっと切り傷になったりとか。あとはその切り込みが入ったスポンジだとスポンジ任せだけど実は指入ってるからしっかりと擦れて、スポンジよりしっかりと汚れを落とせるっていう。タイヤもこのままね、このままいけちゃうんです、グローブでね。まあ、気になる人はそのホイール用のグローブ、グリル用、まあ、ボディ用で分けてもいいとは思うけど、このグローブはタグの裏にあかけるんだ、るホイール用とかね、ホイールとか分けた方がいいと思うよ。やっぱホイールのこのダストたちはね、そうそうそう、汚いからね。じゃあやってみましょう。やってみます。あ、もうタイヤもそうやっていけるんだね、ホイールだけじゃなくて、ホイールのフォークとかを使うか最高じゃないですか。これタイヤって4本あるじゃないですか、車って、うんうん、間違いなく、うん、1本何分かかるかな、そう、かける4なんで、ね、特にこことかはね、そうそう、汚れがたまるプラススポンジが入んなくて全然綺麗になんないな。結構その洗車って今有料でデーラーさんとかでも売り出してるんですけど時間がかかるんですね、ホイールって、うん、だからボディは洗うけど、まあ、タイヤはちょっと省いてるみたいな、もちろんモンガダ洗車機は洗えないですし、結構一番汚れてるのタイヤなのにタイヤやってないみたいな現状がある。しかもさりげなくこのホイールの裏側も洗ってるよね。裏も見てます。掴んで、この中もそうだよね、このそうですね、もっと隙間のあるやつだったらこの中もいけますし、あとはこの後ろの面ですね。でそっか、こっちの面もフェンダーライナーとか、これちゃんと泡をシャンプーの泡で泡立ててあげればこの後ジャブジャブって洗えば綺麗になる。汚れもそんな、また1日終わった後でしっかりと流せばこの白い状態が維持できます。まあ途中はこうやって放置して、そうそう、途中はちょっとポコンって最後定時終わった後は水で流す。そう、新品で買ったらさこのムートンが良すぎるからさ、いきなりタイヤやんのちょっと私は貧乏くさいからさちょっと抵抗あるからあれだけど、それは結局業務用の世界なんですよね。タイヤホイールきれいにしますよ、グリルもきれいにしますよ、それによってお客様が喜んでくれたり作業が早く終わったらっていうコスト計算したら虫の毛でもどんどん使える。そうだね、
まあだから DIY で一個人ってなったら、まあここまでじゃあ洗車にってなったらお金かけすぎな気もするけど、これが会社ってなると、これがあったら効率もいいし、うちらメカニックにも優しいし、お客さんにもいいから最高です。でももう一個気になるね、はい、じゃあ岩井さん、もうちょっとボディを流していただきまして、ボディをの青を流しましたらこちらに行きます。これ一番だわ今やばい最高。